やば、期間に入った。うん。まあそんな感じでバイトが決まったって話なんですけど、健康診断の話をしますか。本日健康診断に行ってきまして、なんで健康診断に行ったかっていうと、体のことが不安だからですね。もうなんか最近もう長生きしたくて最近ね、もう22歳にもなってさ、そろそろ若いっていうテンション一辺倒じゃいられないぞと思って、ということで最近ちょっと体に気を配ってるんですが、歯医者さんの次は健康診断だということで健康診断に行ってまいりました。で、健康診断僕人生で初めて行ったんですけど、思ったよりあれやったな。トータルしてね、早かったかも。終わったの、なんか人間ドックぐらいのイメージやったよな。人間ドックと健康診断って違うんやけど、健康診断ってそんなにいっぱいバシバシ見てもらえるわけじゃなくて、6、7箇所ぐらい回っただけで終わったんかな。で、一番最初何をやったかね、視力検査、視力検査をやりました。指差しで教えてよ、ね、指差しで教えませんでしたね。双眼鏡みたいなところにこう目をつけて、だからあれかな、メガネ屋さんとかで視力を測るというか、プシッってやるみたいな、ああいうところにこう目をつけて、これ8番は何ですかって口で伝えるみたいな。僕ね、昔から視力がマジでいいの、ずっと 1.5 1.5 みたいな。でももう高校1年生で僕高校通うのやめちゃって、だいたいもう6年とか7年ぐらい、いわゆる定期的にやる系の健康診断、視力検査とか聴力検査とか身長体重とかそういうの全然やってこうへんかったよな。だからもう高1ぶりぐらいに視力検査やったね。で、なんとなくの体感として俺視力絶対に下がってるなと思ってて、で、視力右 1.0 左 1.2、面白くない下がり方位置切ってたりとか、ここで急に 0. 何歩とか、俺そんな悪なってたのみたいな、おもろかったなって。 1.0 1.2 リアル、俺の体感と全く一緒。俺正直視力 1.2 やと思ってたよ。 1.2 ぐらい、 1.0 1.2 やった。もう全然余裕明らかにでも PC めっちゃこんだけ触ってたら悪くなるんやなって思った。いいでしょ、メガネかけずに済むからな。でも将来目悪なった時、コンタクトかメガネ、これどっちにするかって悩みがあるんやけど、コンタクト怖すぎるんよな。コンタクト外すの忘れちゃって目の中ゴロゴロ入ってたみたいなやつとかあるやん。俺無理無理無理と思って。でもメガネかけたら目つきが悪くなるとか、そもそもメガネかけるのめんどくさいとかで、俺メガネをかけたら、前ね、お前はガチやって言われたから、お前がメガネをかけるとガチになるから、メガネをかけない方がいいって言われたし、俺もそう思うよな。俺ガチっていうのは本当に僕オタクの顔なので、メガネをかけるとガチの顔になってしまうから、メガネの方が目にいいらしい。ああ、まあそうやな。直接目に入れるわけじゃないもんな。コンタクトつけたまま寝たらコンタクト目にへばりつきます。怖い。メガネがいいんやけど、でもメガネやったら目つき悪なるみたいなあるし、コンタクトは慣れ。自分も最初怖かったけど忘れることなんてないし、正直便利すぎ。メガネ1年触ってない。てか、あれよな、俺、視力 1.0 以上、まあそれこそ 1.5 とか、俺ぐらいの視力の人にもうずっと出会ってない。なんかもう、圧倒的にさ、もう8割9分ぐらい。体感ね。体感8割9分ぐらい目悪いよな。日本人って費用は多分メガネの方が安い。2万円ぐらいで2年ぐらい持ったりする。でも1日で壊れる可能性もあるしな。メガネって左右で度が違いすぎてコンタクトにしましょうと眼科で言われました。あー、逆にさ、視力右が 1.5 で左が 0.02 とかやったらさ、左だけメガネをつけるみたいな、このモノクルにするみたいな、このシルクハットかぶってさ、スーツ着て懐中時計で時間見るみたいな、合法的にできるんじゃない。かっこいい。 T セット持ち歩こう。そうやな、確かにそういうやつはすぐにお茶にしましょうって言うからな。というわけで、続いて視力検査の次、採血。まあなんか基本的に多分体の悪さとかが後なんか結果で届くんやけど、それはだいたい採血でわかるかな。採血嫌い、痛い、痛さは正直大丈夫やったんやけど、まあ俺も採血超苦手で、僕は刃物先端が苦手なんやけど、まあ先端やん、ほんまにめっちゃ見んようにしてた。ほんでなんか気分悪くなったら言ってくださいねみたいに言われたんやけど、採血終わりましたよつってシールみたいな貼られて、次こちらへどうぞって言われてる時、めちゃくちゃ気分悪くて、めちゃくちゃ気分悪いし、もう吐き気して、もうその場で吐いたろかぐらい気分悪かったんやけど、いや、これは我慢でいけるやつやと思って我慢した。俺長男じゃなかったら履いてたわ。よかった俺長男で。なんか俺こういうのでさ、言われへんのよな。この髪の毛僕染めてるでしょ、こんな感じでめちゃくちゃ髪の毛バッキバキに染めてるんやけど、髪の色抜くときにめちゃくちゃ染みるんよな、頭に。めちゃくちゃ頭に染みるんやけど、頭に染みたら言ってくださいね。あー、めっちゃ染みてるな、めっちゃ痛いな、冷や汗出てくんねんけど、言わず言えず。でもこの前あれやな、歯医者さん行った時はしんどかったら言ってくださいねってやつは普通に手ありだね。貧血やん。でも血圧検査したんやけど、血圧別に普通やったよな。上が110で下が70とかするぐらい、多分普通70、80ぐらい。ゴマの杖の先っちょとか大丈夫なの。うわ、考えたことなかったな。確かにフータオって長い武器やしな。俺バーバラとかモナとかしか使われへんかも。なんかあれないな、採血するときにさ、この腕伸ばしてくださいって言って腕伸ばすやん。もうちょっと先お願いしますって言って、もうちょっと先やるやん。ほんでそれで採血しますって言って、このチューブ巻いて採血するときに、なんか看護師さんのさ、腕の先っちょ、だから手の拳の部分が当たんのよ。うわ、これ服当たってるってことは、これもうちょっと先こう、俺が腕もうちょっと長かったらこれ
そんなエッチやんって思いながらやってたんやけど、それのせいかも。それでなんか血圧上がって気分悪かったんかもな。余計なこと考えるもんじゃないな。で、この後ですよ。身長体重を測りまして、で、僕身長高1の時に測ったのが最後やったよな。身長ね、僕高1の時測った時170かな。で、まあそっから身長伸びてるやろうと思って、俺はいつも171って言ってたよな。で、小学生の頃って身長高いか低いかで言うと高い方やったんやけど、リア友の中で、俺がさ、一番身長低くて今、171とかでいいよ。171で一番身長低いんかいと思ってて、日本人の男性の身長平均で170ぐらいやと思うし、なんでみんなそんな身長バンバン高なっていくねんって思ってたんよ。今日身長測ったら 169.6 でした。身長低くなってる。俺身長低くなってる。169。え？俺ずっと身長にコンプレックス感じてる人のこととかさ、考えてなかったよ。だって俺は身長170超えてるから、別に普通やし、身長にコンプレックスとかないし、バカみたいそんな気にせんでもいいのにって思ってたんやけど、身長伸ばしたい。身長を測るやん。頭にこうやってピッ、169.6 って言われて、こちらで身長大丈夫ですかって聞かれて、俺大丈夫じゃなかったから、もう一回測ってくださいって言ったもん。体重もなんか、健康診断行くときってさ、ご飯抜いていくんよ。ご飯抜いていくから、めちゃくちゃ体重軽くて、そっちもやばーっと思ったんやけど、身長 169.6。もう一回測ってください。ピ、169.6。変わらないですねーってめっちゃ笑顔で言われて、ふざけんなよ。こちら側へようこそ。みんな慰めて、160センチ台の男子、ほんまに人権うんぬんかんぬん。これ、田ぬから見てっか。俺お前で言うところの人権ない人かも。